皆さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日はですね、GU で2000円以下のアイテム4点買ってきました。すごくね、いいアイテムいろいろ見つかったので、そちらをぐるぐると着回ししたいなと思っています。まずこちらのタンクトップ、色違いで2点買いしました。すごいね、多分使えるアイテムなんじゃないかなと思って2色買いです。で、値段もね、なんと990円。やっぱりさすが GU さんですよね。はい、サイズは M サイズにしました。はい、後ろは普通です。はい、で、着てみました。でポイントはなんですけど、ここちょっと太めなんですよね。GU さん細めのタイプで、カップ付きのね、ニットじゃないアイテムもあったんですけれども、やっぱしね、大人は結構ここの幅重要です。肩の幅ね、脇肉とかもね隠せますし、きれいめに着れるアイテムとしてね、ニットであることもちょっとおすすめかなと思います。まあ、ニットだからってそんなにこう分厚いわけでもないので、インナーにねこう着ていただきやすいアイテムなんじゃないかなと思います。こうね、シャツ羽織った時とかも胸元のねラインがこう綺麗に見えるので、スクエアタイプっていうのもねポイントなんじゃないかなと思っております。はい、まあ、平凡な、日常スタイル、まあ、デニムスタイルですね。はい、カジュアルにこうインをして、インナーとして使いました。まあ、お家にいる時はね、もう全然上脱いでノースリーブのままでね過ごしたりとかして、ちょっと外にねお買い物行く時とかはね、こういう羽織とかをさらっと羽織ってもらえたら、カジュアルなスタイルになるんじゃないかなと思います。はいはい、次はですね、ロングの黒いスカートを合わせてみました。ちょっとね、女性らしい雰囲気の、スタイリングを組んでいます。夏物になるとね、ちょっと寂しくなりがちなので、アクセサリーだったりとか、あとはちょっとね、柄物の、フラットシューズなどを出すと、ちょっと女性らしさが出て、おすすめかなと思います。なんかスクエアタイプの、カットなので、こういったロングのネックレスね、すごくいいんですよ。でね、このスカートの時いつもくるくる回っちゃうんだけど、上から娘が見ていて、なんでそんなに回ってるのとか言ってね、言われたりとかしながらも、めげずにね回ってみたりしてます。はい、でもちょっとね、ごつめなバングルつけたりとか、こういったクラッチバッグ持つとね、本当お出かけスタイルになるので、なんか素敵なねレストランとかね、なんかこんなスタイルで行きたいなっていうちょっと妄想をしながら、組んでみました。はい、次はね、色違いの、タンクトップにチェンジします。はい、今度はですね、ちょっとカジュアルめの、コーディネートをね組んでみようかなと思って、スニーカーと、キャップを、合わせてみました。くるりんぱってね、はい、昭和ですね。で、斜め掛けのね、バッグ持ったりサングラスつけたりして、もうザ・公園スタイルって感じなんですけれども、もう今ね、なんか公園もなかなかこう娘をね行ってくれなくてね、まあ、楽しそうにしてたのでね、また上から楽しそうですねっていう風に言われたりとかしてね、はい、まあ、そんな感じでコーディネートを組んでみました。まあね、取り入れやすいと思うので参考にしてみてください。はい、次はですね、パンツを買いました。コモンプリントイージーストレートパンツという柄物のパンツですね。はい、なんかね、一瞬ちょっとパジャマ風味に見えがちなんですけど、こういうアイテムね、今年ちょっと流行ってるので、取り入れてみました。でもね、パジャマに見えない技として、まあ、こういったねちょっとヒールのものを合わせたりとかするだけで随分変わってきます。あとね、やっぱちょっと薄手なので腰回り気になるわって方は、こういった薄手のねシャツとか巻くとですね、まあ、安心感とこなれ感も出ますので、おすすめですね。私もよくやります。はい、お家にいるときはね、本当さっきの、タンクトップにパンツっていうラフなリラックススタイルなんですけれども、まあ、外に行くときはね、ちょっと腰に巻いたりとかヒール合わせるだけでちょっとお出かけスタイルになりますので、まあ、大人っぽくこう着られるし、いいんじゃないかなと思います。はいはい、次はですね、ジャケットを合わせてみたいと思います。ジャケットね、着るだけで、まあ、すごく今年っぽい感じになるので、
おすすめですね。はい、ちょっと袖がシワシワで申し訳ないんですけれども、まあ、まくるという前提でね、アイロンかけるのを、わざと忘れました。はい、このあのお仕事スタイルです。でなんかジャケット羽織っただけでなんかこうきちんと感が出てね、すごくいいですよね。あのちっちゃなねこうバッグ持ったりとかするとますますこう大人っぽさも出てね、今っぽいあのスタイリングになったんじゃないかなと思います。はい、次はですねニットのロングジレを合わせて夏のリゾートスタイルを作ってみました。はい、ちょっとね海に行きたくなるようなスタイリングに、してみたんですけれども、陽気な帽子かぶったりとか、あとはね大きなイヤリングしたりとか、ちょっと夏を意識したねコーディネートにしてみました。今年海また行けるといいですよね。はい、まあ、これも妄想コーディネートということで、まあ、こういうラフな感じでね、使ったら得たらいいんじゃないかなと思います。はい、で、最後のアイテムになります。じゃん、はい、プリーツテールコンビネーションタンクトップになります。これすごいなんか人気みたいで、私あの黒の M サイズを買ったんですけれども、なんかあのそのまま着るというよりはインナーのこうレイヤードスタイルをした方がなんかいいんじゃないかなと思ってます。これね着た感じなんですけど、はい、この前、ご紹介したねソージュさんのアイテムを重ねてみました。はい、こんな感じです。なんかね1枚でシンプルに着るのもいいんだけど、たまにちょっとこういったね 甘いテイストを入れたいなって時にこう重ねたりとかできるので、まあ、1個あるとね結構いろいろと持ってるアイテムと重ねて変化がついてねすごくこう楽しめるんじゃないかなと思っています。はい、これはですね、まあ、白いちょっとスリムな、ね、パンツで、きれいめなコーディネートにしてみました。まあ、お仕事スタイルとかね、そういった感じなイメージでしょうかね。でも本当なんかお尻ちょっとね、隠れるだけで安心感もありますし、あの本当綺麗めに、まあ、女子っぽく見えるので、おすすめかなと思います。で、ね、1枚じゃちょっと私着ないかなって感じなんですけど、こういったあの、例えばグリーンのね、T シャツとかにも合わせると、またフェミニーな感じになって、なんか一味違ったちょっとモード感も出るというかね、まあ、こういったスタイルもありかなと思っております。もちろんあの T シャツだけじゃなくてね、まあ、秋口ニットとかに重ねてもいいかなと思います。で、次にシャツ、重ねてみました。はい、こんな感じです。最近ほらあの短めなね、クロップ丈トップス多いじゃないですか。なのでね、すごくこれ活躍できるんじゃないかなと思ってるので、私すごく買ってよかったなと思ってます。なんか本当変化がついてね、なんかあの着るものがこう幅が広がったというかね、なんかこうこんな安くて買い足したものがこんなに着回せるとはって思ってるので、すごくおすすめかなと思います。はい、概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね GU の4アイテムを着回したんですけれども、参考になりましたでしょうか。参考になったなと思った方ぜひ、チャンネル登録お願いします。あとね通知設定ボタンと、グッドボタンもお待ちしているので、ぜひまた見に来てください。それではまた、バイバーイ。